年明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。成人式のお知らせです。成人の日は大人になったことを自覚し、自ら生き抜こうとする青年を祝い励ます日です。日にちは1月12日月曜日です。会場は市民会館大ホールです。対象は平成6年4月2日から平成7年4月1日までの方です。受付は10時15分から10時50分までで、式典は11時から11時30分までです。ご自宅に届いた案内状をお持ちください。当日の駐車場への出入りは左折のみで、駐車場を利用する場合は係員の指示に従い奥から順番に駐車をお願いします。お問い合わせは障害学習課、電話973-3681へお願いします。市民会館からのお知らせです。新春寄席、落語、講談、聞き比べを開催します。商店でおなじみ春風亭昇太と一流祭定水による聞き応えたっぷりの寄席です。巧みな話芸をお楽しみください。日時は2月28日土曜日13時30分開場、14時開演です。会場は市民会館小ホールです。出演は春風亭昇太、一流祭定水、一流祭提供です。入場料は3000円です。チケットは好評発売中です。市民会館市役所市民参加推進課にて購入できます。お問い合わせは市民会館、電話972-3000へお願いします。児童センターからのお知らせです。新春マジックショー2015を開催します。日時は1月17日水曜日10時15分開場、10時30分から11時30分までです。会場は児童センターです。対象は市内在住の18歳未満の子どもです。定員は150人で、費用は無料です。出演はマジシャン浩司です。お申し込みは1月13日火曜日まで、児童センター三杉台児童館、保健センター名栗分室で整理券を配布しています。お問い合わせは児童センター、電話973-0022でお願いします。生命地区行政センターからのお知らせです。横浜中区を学ぼうウォークを開催します。横浜市中区を横浜シティガイドの方の案内で学びながら歩きます。ぜひご参加ください。日にちは1月16日金曜日です。集合は7時30分飯能駅改札前で、7時57分発の電車で向かいます。正午ごろ現地解散で終了予定です。見学場所は馬車道、横浜税関、神奈川県庁舎、横浜市開港記念会館、中華街などです。定員は20名で、
費用はガイド料、保険代で300円です。交通費は実費になります。お申し込み、お問い合わせは生命地区行政センター、電話972-2314へお願いします。加治地区行政センターからのお知らせです。バランスで若さアップを開催します。いろいろな幅のバランススティックを使い、楽しみながら体力をつけます。簡単な有酸素運動や軽い筋トレ、適度なストレッチで体も心もリフレッシュしましょう。日にちは1月30日、2月6日、13日、2日、27日、3月6日、13日、20日の金曜日、全8回です。時間は13時30分から15時30分です。会場は加治地区行政センターです。定員は20人で、費用は400円です。持ち物はヨガマット、飲み物、靴下、室内履き、運動できる服装です。講師は体育科専門指導員です。お申し込みは1月6日火曜日から28日水曜日までに加治地区行政センターへお願いします。お問い合わせは加治地区行政センター、電話972-2313へお願いします。主な施設の年始の休館休業日のお知らせです。主な施設の年始の休館休業日は次の通りです。市の救急医療機関のお知らせです。年始の救急医療機関は次の通りです。放送内容についての市役所へのお問い合わせは、平日の午前8時30分から午後5時15分の間にお願いします。以上、飯能市役所インフォメーションでした。それでは今日も元気にお過ごしください。ご案内は飯能市役所秘書広報課でした。